You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。 Good morning! ポッドキャスト大学の DJ Ricky です。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日お届けするトピックはこちらになります。ポッドキャストはメンタルヘルスに効くというテーマでですね、雑談を形式でお届けしていきたいなと思っております。ポッドキャストはですね、メンタルヘルスに効くのかどうなのか、配信者目線またリスナー目線でお届けしていきたいと思っております。まあ、まずこのポッドキャスト大学はですね、配信している方々がほとんどだと思うので、ポッドキャスト始めてやっぱりね、なんだろう、こうリラックスできているとか、自分自身の肯定感が上がったとか、そういう方がね多いんじゃないかなというふうに思います。たとえですね、なんだろうな、このリスナーの数がまあ多くなかったとしてもですね、この配信できる喜びを感じている方はですね、非常に多いのではないのでしょうか。はい。ですね、私自身もですね、まあ、スタンド FM で配信を始めまして、その時ですね、そんなにもう、まあ、今でもそんなにリスナー多くないんですけども、やっぱり聞いてもらえる方がいるとですね、非常に嬉しいですよね。うん。そう。で、音声配信のスタンド FM とかはすごくリスナーさん多いんですけども、アンカーとかで Spotify にアップすると、そんなに多くないので、なんか多分最初は、なんだろうな、こういきなりポッドキャストに行くとすごくリスナー数少ないんで、なんかちょっとこう、しかもQ&A とかコミュニケーションも取りづらいので、ちょっと寂しい思いをするかもしれません。ですので、まあこれからポッドキャストを始めたいという方はですね、ちょっとでたりとか、あとちょっとメンタルを、まあ、癒したいという方はですね、ぜひスタンド FM をおすすめさせていただきます。まあ、スタンド FM とか、あとはスプーンとか、あとレディオトークとかですね、その辺がねすごくね、スマホでできますし、日本人の方、まあ、よりは日本語でコンテンツを提供するのであれば、やっぱ日本語のプラットフォームの方がですね、非常にやりやすいので、まあそういったところからですね、こうね、分かってくると、なんか触れ合いがあって、なんかこうね、なんかコメントもらったりとかして楽しいっていうですね、そういう感じが出てきますね。うん。で、やっぱりその、ポッドキャスト音声配信ですね、なんかこう配信していて、まあぶっちゃけなんつうのかな、好きなこと言えるじゃないですか。誰にも邪魔されずに、誰にもなんかまあ、決済をもらうとかそういうのなしにして、自分がやりたいこと、話したいことをもうそのまま、まあ、編集して、そのまま、まあ、配信することができるというですね、この自分が何じゃない、ラジオ局長になったような感じですかね。そういうねメリットがあります。そういうね、こう、まあ、自由さがありますね。自由さの中から、まあ、自分でコンテンツを決めて配信できるというところに、なんだろうな、こう窮屈さがないので、まあ、メンタル的にも落ち着いてくるということがありますね。うん。まあ、よく仕事とかね、学校とかでなんか窮屈な思いしてるとメンタルきついじゃないですか。まあそんなねきつい時にちょっとね、自分でこう配信したりとか、自分が経験したことを誰かに伝えたいって言って、まあ YouTube でもいいんですけども、まあ YouTube じゃちょっと顔出しが嫌だからっていうことで、ポッドキャストでですね、配信するとすごく楽ですね。気持ちが楽になりますね。うん。で、なおかつ、あなたの経験が、まあ、誰かのためになって、なんかこう、コメントでハートマークもらったりとかね、いいねもらったりすると、なおさらまたね、自分って生きててよかったなっていう気持ちになるので、まあ、こんなにね、なんつうの、簡単に配信して人のためになることって、あんまりないんでね、YouTube とかね、動画だったりすると、やっぱ編集が必要だったりとか、結構大変じゃないですか。でコストがかかんないんでね、だからポッドキャストって本当に手軽で誰でもできて、でなおかつ人のためになりやすいっていうですね、ところが非常に好きですね。で自分のことを、かつ音声の方が何ていうの、好きになってもらいやすいと、この人の話面白いなとか、この人の話し方なんか声のトーンとか好きだなとかね、
好きになってもらいやすいっていうところもね、ありますね。はい。まあ、そんなところからメンタルヘルスにすごく効くということをですね、すごく強調したいなというふうに思っております。で、2022年に朝日新聞が行ったですね、ポッドキャストの利用調査、朝日新聞とオトナルですね。オトナルっていうのは、その、音声マーケティング の会社で、ポッドキャストとか音声配信のプラットフォームに広告を流している会社、まあ、広告を流すプラットフォームとか、まあ、そういうシステムを作っている会社なんですけども、このオトナルと朝日新聞がやった調査の中で、ポッドキャストを聞く目的、これ性別にとっているんですが、まず第1位はエンターテインメントとしてっていうところで 32.4% だったんですけども、第2位がですね、リラックスするためっていうですね、項目が第2位になっていました。はい。で、男性が 19.4%、女性が 11.3% になっています。やっぱりね、リラックス目的で、ポッドキャストを聞くっていうですね、こうリスナーのニーズまた、増えてきています。これ日本の調査ですけども、海外の Spotify の調査でもですね、精神安定のためとかっていうところで、まあこうポッドキャストを聞くっていう方非常に増えてきています。で、あとはなんだろうな、そうですね、 Spotify の調査もそうだし、やっぱりね、その悩みを言語化してくれるとか、まあ、自分の悩みがそのポッドキャストを聞くと分かるとか、なんか悩みの言語化、悩みってなんかこう言語化できるものもあれば言語化できないものもあると思うんですよね。まあ、そういったところで、こうポッドキャストを聞いて自分の悩みを誰かが代弁してくれている、そして誰かが何かその悩みに対する解決策的なものをこう話してくれているっていうところですかね。まあ、そういったところに非常にニーズがありますね。リラックス効果を求めている。まあ、日本の調査でもそれが出てきているということで、ポッドキャストを通してですね、リスナーさんと、またクリエイターさんのですね、配信者さんのつながり、心のつながりだったりとか、心の悩みの共有もできていくというですね、そんなところがあります。まあ、ですので、そこからやっぱりね、今日の結論であるメンタルヘルスに効くというところがですね、非常に強く言えるというふうに思っております。はい。で、私自身もですね、まあ、この Spotify で、ポッドキャストを毎日配信していたんですが、最近は、まあ、気まぐれ配信しますよっていうですね、いわゆる宣言をしまして、時間があるときだけしか配信はしていないんです。ただ、やっぱね、配信していない日が、まあ、2、3日続いていくとですね、これまた不思議で、なんかね、体の調子が悪くなってったりとか、気持ちの調子が下がってったりとかするんですよね。これはすごく不思議なもんで、ポッドキャストを毎日収録できていた時は、まあ、朝収録してすごく前向きな気持ちでですね、仕事に行けてたんですけど、ポッドキャスト収録しない日が増えてきて、まあ、収録しないで朝出発する日が増えてきて、なんかね、こうもやもやがね残ったままなんですよね。だから、まあ、このポッドキャストを収録する、何かマイクに向かって何ですか、話すっていうのはやっぱ人間として必要なことなのかなと、まあ話すときにコラボするっていう場合もありますけど、まあ話すっていうことがすごく大事で、誰にも邪魔されずに、まあこう一方的にまとめて話すっていうこととか、話す行為そのものがやっぱりね、こう精神安定になってるなというですね。でまとまったそのね、今収録開始して8分53秒ですけど、まあ、まとまってこう話すっていうことが、何かこう、なんですか、散らばったパズルを、なんていうかな、こうまとめていくような、まあ、その、まあ、いわゆるパソコンで言えばデフラグですかね、クリーンアップとかデフラグとか、まあ、そういったね、ところにね、つながっているんじゃないかなというふうにね、もう体感的に感じております。ですので、今日はあんまりなんか最近撮れてなかったんで、なんかちょっとこうモヤモヤするなと思ったので、朝時間をいただいて収録させてもらっております。まあそんな感じなんですけども、皆さんポッドキャストを始めてみませんか？っていうか始め方の前ね、ノートを書いてたんですよね。これどっか行っちゃったな。500円ぐらいで売ってたんですが、まあ、そんなのもありますし、またこのポッドキャスト大学、のブログの方にもですね、始め方に必要な、まあ、ノウハウとか
機材の選び方とか、そういうの書いてありますので、もしよろしければですね、概要欄にあるブログとこ、私のブログですね、リッキーブログ見ていただけたらなと思います。最近ちょっと更新してないんで、そろそろ更新しようかなと思っておりますが、頑張っておりますので、ぜひよろしければ皆さんのポッドキャスト始める参考にしていただけたらなと思います。まあ一番簡単なポッドキャスト配信の仕方は、Spotify for Podcasters のアプリを入れて、スマホでね、収録して、そしてそれを配信するっていうことが一番簡単にできますね。スマホもなんかね、音悪いですけども、過去に紹介したポッドキャストをですね、あ、これなんか過去にあったよね。家収録でノイズを減らすコツまとめとか、あとは、なんだろうな。どっかであったな。忘れちゃった。あ、9月だ。9月の配信ですね。9月の配信で iPhone の音声収録で音質上げるコツとか、こういったね、コツもね、過去の親でアップしておりますので、ぜひよろしければそちらもまとめて聞いてみてください。はい、今日もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。Thank you so much.今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか？リッキーの X、フォーマリー Twitter では、毎日ポッドキャスト情報やライフハックガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから新着を聞き逃さないようにするには無料サブスクから便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッとアップデートしていきます。Thank you very much for tuning Ricky's Podcast College. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。バイバーイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.